資本自作第1回目いきます。あ、もう色っぽくなるかね。立てます。あとは人気入りません。組んでるという証拠になります。店にかけて溶かしておいた、バターと牛乳一度割りのものを混ぜていきます。薄力粉とベーキングパウダーとあとひとつまみの塩が入っています。これを上でツヤが出るので、で一気に入って、で乳化させるということなんで。たくツヤができてきたら乳化できてるということなので、まあこれで多分乳化できてると思います。で、メレンゲを立てていきます。メレンゲは上白糖で、生まれて初めて上白糖でメレンゲを立てます。はい。で、半分まず入れます。ガムテープの件
で、メレンゲはツノピンで、このくらいでもう。梅を持って梅を整えて半分ぐらい動かして半分入れます。でバンバンやりたい。
ンバンやっちゃいけないのかな。で、温度は180度上下 で出力は11でとりあえず様子見ます。で、指定だと35分なんですが、とりあえず30分やってみます。よいしょ。で、下点はなしで鉄板1枚分です。はい、入りました。ドアは絶対開けちゃダメ。はい、上がりました。こんな感じです。で、はい、おりゃー、おりゃー、はい、はい、こちらが昨日焼いて一晩冷蔵庫で寝かしたシフォンケーキになります。で、型を外してみましょう。鏡を取った状態になります。食べてみないと分からない。そうです。クリームつけたいところで、うまい、美味しいですね。しっとりしてる。
これはやばい。しっとりしてるからこれだけで十分。たくさん食えちゃう。悪魔の